良い良い良い番号です。まさかまさかの、うお気持ちいい、やばいやべ、今日やれる日だぞこれ。お願いします。みんな絆ですかね今日も。ほらほら大盛況。僕はこっちですよ。本日は凱旋を通り越してのサードレにする。お、1台取られてるんだ。どうしようかな。基本的にはへこみが好きなんですけど、前日は。あ、これもいいな。これいい感じにへこんでますよ。そろそろ上げてもいいんじゃないですかこれ。まあいいか、とりあえずあれ打ってみよう。朝一の出目大事ですね。朝一の出目、本日は熊本にございます MGM 菊陽店に来ております。さあそして今回ガッキーの深海道男道アナザーゴッドハーデス編ということで、これから打っていくわけですけれども、まあ、この動画のアップされる頃にはアナザーゴッドポセイドン、こちらが導入済みとなってるんじゃないでしょうか。ということでですね、このアナザーゴッドシリーズのおさらいという意味も込めて今回はハーデス打っていきたいなと。でね、ポセイドンが導入されたらゴッドシリーズまた盛り上がりを見せるかもしれませんし、そのアナザーゴッドシリーズの何かしらが受け継がれている可能性もありますよね。まあ、そして打ちながらどんな立ち回りを見せるのか、さらにゴッドを引けるのか、ぜひお楽しみください。それでは早速実戦の方に移っていきたいと思います。さあということで本日はハーです。とりあえず朝一は前日前々日の鬼へこみ台、こちら選ばせていただきましたけれども、まずはね、朝とにかく奇数天敗以上の出目が出てほしいところですね。でまあ改めてお話しすると、こちらの台純造約 2.9 枚の AT 機ですね。で、ジャッジメントでゲーム数を決めて、その AT で出玉を増やしていくというところですけれども、とりあえず開始5ゲーム奇数転敗が1回も出る間もなくレア役引いてしまっております。もうこの時点で分かりにくくなっちゃうんで、理想は朝一はレア役を控えたいですね。もう分かんないんですけど、こうなっちゃうと、まあ、3、40ゲームですかね。3、40ゲーム打っても奇数転敗がないようであれば、その台は僕個人的にはやめるような立ち回りをしてます。まだ空き台があればどんどん動いて、そういった奇数転敗以上の出目が出る台を狙ってますね。もうちょい打ってみましょうか。おー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 、マジ奇数バサミ奇数、しかも真ん中7です。まあ、出目は、1個いいの出たからって判断しちゃダメですね。ちゃんとある程度全体的に見て判断する。あ、このヘルゾーンも朝一降格状態に言いやすいです、リセットされた場合は。なのでここも見極めるポイントですね、リセットか否か。まあ、とはいえちょっとレア役結構引いちゃったんで、この台に関しては何とも言えない。むしろもし朝一ヘルゾーン降格にいたとしたならば、ヘルゾーン入ってほしいですね。続
ズーズのヘルゾーンは、あの煽りが出るのも含めてこの上段にリプが通常リプですね、これが揃ってる時なんで、とにかくそれを引かないと。うまいっすね、意外と。ダイヤ2連、これでも薄いですけれども抽選されております。3連で確定、さすがに無理と。当たったんじゃないですか、これはいい、これはいいよ。ボタンプッシュからのブルートステージ、熱いです。ボタンプッシュからの、あー当たりましたね。大丈夫、当たります。まあ、テンパイ5回目で確定なんで、ハーデスは。早い、79ゲーム、150枚ですね、投資は。素晴らしい。で、早速ジャッジメント入りましたけど、この準備中意外と大事ですからね。ここでのレア役がジャッジメントの中身を上に上げる。例えばゲルベロスだったらペルセフォニーに上がる抽選、さらにハーデスに上がる抽選をしてますんで、意外とここでのレア役も大事なんです。一発目は何でしょうか。いいな、平均75ゲーム。まあ、犬の場合はレア役で大量ワンスに期待できますけど、それよりも現実的に中段のキナナ、この押し順の中段キナナ、これで20以上ですからね。上段だと10ゲーム、ほぼほぼ10ゲーム。普通、またこう当たった後はステージです。一番下オケアノスですけど、まあ簡単に言うとこの設定ほどハーデスステージに行きやすいですね。まあ、頻繁にハーデスステージに行くような台はあるかもなと思っていいと思います。で、まあ、ハーデスはなんといっても、まあ、ジャッジメントが魅力ですけど、ジャッジメントで上乗せできなくとも、このゴッドゲーム中何かしらのレア役で大量に乗せてしまえば一緒ですからね、結果一緒ですから。まあ、とにかくゲーム数を稼ぎたいところですけど、4倍以上取れてます。純増初当たりしては OK じゃないでしょうか。70ゲーム消化の304枚で、この後ループがあるか否か、これがねハーデス打つ上で大事になってきますけど、いきましょう。基本的にはループ率 1% が選択されやすくなってますね。どこで抽選してるかというと、初当たりが当たるじゃないですか、その次ゲームのレバーで抽選しております。なので例えば 50% 引いたとしたら、その次のレバーでの 50% 抽選で、そこも当選したらまた次のレバーで 50% 当選、こんな感じですね。さすがに普通にレア役での当たりなんで、ループはないと思って打っております。もうこれで64ゲーム、結構長いこと続いております。あ、普通でしたね。いけ、よっしゃ、マジか。112ゲーム、ヘルゾーン青、ヘルゾーン3種類、青、黄色、赤ありますけど、青は基本的には期待できない。なのであんまり、あ、当たった
うまいんじゃないの。ちょっとしかもリップですよ。レア役とか引くとチャンスと今言おうとしてたんですけれども、まあ、稀にこういうパターンもございますんで、諦めないようにはした方がいいです。はい、初当たり2回目。まあ犬でも許せるかな。うん、早いんでね、追加投資してませんから。ただここでレア役が聞きたい。ケルベロスは皆さんにねよく嫌われてますけれども、レア役さえ引けば乗りやすくなってますからね。本当レア役の引きが大事です。おい来ましたよ。スーダンリポはチャンス目。あー行って50ですかね。30か。まあまあまあいいでしょう。80。中段リップ引いた割には残念。はい、2回目の初当たりはほぼ順当通りで終えましたね。80ゲーム249枚で、これがヘルゾーンからの当たりなんで、これもループはちょっと厳しいかなと思います。ただチャンスがないわけではないので、30ゲームないですね。そしてね、出目も良くないんですよ。やりましたぜ、やりましたぜ。ちょっと朝市240ゲームで引いちゃいましたよこれ。まだ11時前です。さあせん、ちょっとね、逆行して上段ゴッドなんかも狙ってもいいんですけれども、ブラックアウトなんでね。いや左から行こう、しっかり。気持ちいい。やばい、やっぱこの音ですね。ゴッド引けました。いやー嬉しい。でこのハーデスのゴッド揃いはゴッド揃いで非常に楽しいですからね。100ゲームプラスジャッジメント3つ、そのジャッジメントに、まあ、上のものハーデスだったりペルセポンだったり超ケルベロス、この辺りが入りやすくなっていると。さあ行こう。やりましたね、これは勝ちたい。この後のジャッジメントが大きな鍵を握ります。ここからが大事。とにもかくにもフラッシュバックが出ればチャンス。さあ一発目です。何が出るか、フラッシュバックはない。犬、しょうがないしょうがない、これはしょうがない。ショーであったりするとテンションが上がりますけど、終わるなよ、終わるなよ、終わるのかよ。残念パターンですね、一発目は。ただあと2発ありますから。お
惜しい。ただこれチャンリップ、まあ、紫とネオゾロイ、示唆させるようなエースで結局外れたってやつですけど、これ自体がチャンリップになってて、ヘルゾーンチャンスですね。これを引いた時点で、やっと乗った、やっと乗った、終わりかい。もう2回目のジャッジメントです。来た、おフラッシュバックあり、おハーデスいましたよ、はい、勝負どこ、集中しよう、あーマジか、久々にあるか最低、おっオーケー、ほら行ったっしょ、ほい頼むよ、よし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 、もう一回ね、もう一回ね、いやっやっ揃え、おいナイス、これで平均300、思いっきり平均でした。まあでもいいでしょう、とりあえず。オッケーオッケー、はい、これで、ゴッド分のジャッジメント2つ目まで消化し終えました。これが確定分のラス1、マジか、やばい、これこれ大事だな、嬉しい。ってことはケルベロサーデス、サーデスだったってことですね。頑張ろう、やばいやばいやばい、100やる100やる、ラスト1、バーカ、あーやっちまった、もったいない、しょうがないけどもったいない。ただゴッドドロー引いてますんで継続率最低でも 50% 持っておりますね、まあ、95% の割合で 50% の継続率が選択されると、で残りの 5% の割合で 66% 継続が選択されます、まあ、いずれにせよ、1回はジャッジメント欲しいですね、最低でも 50% あるんで、とりあえず見えてる分で722ゲーム2188枚こちらで終了と、アーデスが伸ばせればもうちょっと増えてましたね最高ループ、最低で 50% ループですよ、お、行ったか、あー行った、当たりましたね、ループです、20ゲームで当たりと、犬でも頑張る、
おお、でかい、これはでかい、マジ犬だったらもうちょっと後に引きたかったですよ。ただ、右上がり木田が2回引いてますんで、犬だったとしても格上げされてる可能性があると。やばいな、レア役めちゃめちゃ引いてんな。うっそーいきます。ジャッジメント中はレア役引けないか。まあでも準備中の右上がりでの50ゲームと合わせると120ゲームですね。できれば犬中に引きたかったけど、これでループ1個目も消化終了。10回あるか。終わりましたね。ループは一つでした、本来ならここでやめてもいいと思います。勝ってる時にやめるのはやっぱり鉄則なんでね、勝ちだけを求める方は、出たらやっぱゴッド系はやめていいと思いますね。お、遅れてる。本日2回目マジ。いや、絶対高モードだと思った。高モードではなく、いきなりゴッド。やべ、今日やれる日だな、これ。一気にやる気出た。お、来た来たぜ。まあまあ続け。最低ですね。ブーブーブー、よっしゃ、思い通じた。いこう、200ぐらい目指しましょうかね。平均150ですからね。やばい、最悪だ。最悪マジ。50-50ですよ今のところ。やべえって、750万しか出ねえって、これじゃ。赤ダイヤ、おー、来た来た、ナイス、もう一発もう一発、ナイス、惜しい。レア役、お願いだよ。テルハーです、テルハーです。お願い、諦めないぞ。やばいぞ。よし、
だよ。50、50、80、これやばいっすね。これはやばい。はい、一旦終了、これ確定分です。ちょっと伸ばせなすぎなんで、最低でもやっぱり一つは欲しいですね、ループ。これが25ゲーム、次6、20、ああ行ったかな、行ったかな、もう一回、あありそうですね、ありますね、これは。はい、よかった、この辺で挽回したい。おいおいおい、よっしゃよっしゃ、リベンジペルセポネ、お願い、よしよし、やばいぞこの展開は。あれは、あれ外せ、ダメ、こっちから行こう、なんでだよ、よしよしよし、よかった、危ねえ、来い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 、よし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 、いたっしょいたっしょ、おい、こっからこっから、バカ、 50% いったら、ま、もう一回回ったら継続率見ようとしたのに、危ない危ない、よしよし、あ、今バイブも伴ってますね、これはいいですよ。はい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 、いきましょうね、せーの、うい、今度こそ今度こそ、バカじゃないよバカじゃないよこれ、おはしおはしおはし、よっ、どんどん行こうどんどん行こう、十分十分、よかった、いろいろちょっと残念だった点はありますけれども、まあ先ほどね50だったことを考えたらよしでしょう。のせ角、ここに来て本日初めての中段キナナです。もうね、だいぶ時間経ちましたからね、打ち始めて5時間、30、初当たりも引け、引っ張ってこい、ねえし、まあ、平均値ですけど、このタイミングの150は嬉しい、まあ悪くない、結果は920ゲーム、2726枚。はい、ということで実戦終了です。本日結果的に、アナザーゴッドハーデスで1台打ち切る形となりましたけれども、まあ正直予想設定は低設定だったかなと思います。ただ、まあ、ゴッドシリーズっていうのは、まあ、もちろん高設定のほどいいですけど、それよりも確定役の要素がでかかったりしますね。で今回もたまたまゴッド2回引けて、結果的に、投資が150枚、回収が4840枚と素晴らしい結果になったんですが、これもですね、やはりその確定役の確率の甘さというか、まあ、ここは影響してんのかなと。設定不問で出ますからね、引けりゃ、まあ、今後ですねポセイドンも
導入されまして、ゴッドシリーズさらなる盛り上がりを見せるんじゃないかと思いますけれども、そのポセイドンもね、もちろん8192/1のゴッド揃い搭載しております。僕もねまだまだ続けると思いますけれども、ぜひ皆さんもお楽しみください。さあということで、今回は MGM 菊陽店からお送りしました。ありがとうございました。